はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人ははじめまして、シラコングです。今回怒りの猛進包囲網ぶち破れをやっていこうかなと思ってます。めっちゃ噛んだ。バーサスタイはクリアしました。まあブローチャンパでね、サクッとクリアしたんですけど、次どうしよっかなと思って、とりあえずバーサスチー行ってみるか。これが絶対苦戦すんだよな。メンツこんな感じで左からリバースしました、ブロちゃん。そうすると全体攻撃を持ったままいけるんで、いいと思います。はい、変身がなくなるんで3突です。で無突、2時2時無突2時2時です。さてどうするかな。123、まあ最速で5ターンでいけるんですよね。で4ステージ目をまあいいや、とりあえず始めよう。並びが悪い。めちゃくちゃ悪い。並びめちゃくちゃ悪い。ちょっと待てよ。待てよ。表裏。待てよ。ちょっと待ってくださいね。1ターン、2ターン、3ターン、4ターンを2回やって5。OK。決まりました。ここちょっと時間かけます。ゆっくりしたいとこなんですけど、多分無理ですね。はい、すいません。無理でした。で4ステージ目を2ターンかけます。そうすると整うと思うんで、それでいきます。まだここはいいです。あ、それかここを3ターンかけるか、どっちかだね。待って、2ターンかけた場合、ちょっと待ってよ、考えは難しいな。2ターンかけた場合な、まあ2ターンかけるか、こう。それでもいい、正直。ちょっと減らしておこうか、数を。これでいきます。待ってよ、表裏。結構ね、緻密にちょっとやってかんとこれはクリアできないんで、その緻密な計算はマジで必要だと思う。ただブロちゃんがな、全体攻撃持ちじゃないからな、ドッカン覚醒後はそうだから、それを思うとどう出るか。でけでけ、暴れてるやん。まあここはちょっと一旦遅めに時間をかけて、でここはこっちに生かします。うん、そうだね、これでいこう。で今これ2ステージ目なんで、次で3ステージ目なんですね。待てよ、3ステージ目で2ターンかけたら裏を持って、4ステージ目に2ターンかけて裏を持って、で裏、あ、オッケーオッケー、2ターンかけよう。定まりました。ちょっと減らそっか、やっぱり怖いもんな。頭数減らします。ちょっと多分ないと思うけどいけるでしょう。まあドッカン覚醒前なんで、そんなに言うて削れないよね。よかった。追撃しちゃうか。それはちょっとミスったぞ。あ、でも生き残るか。いや、ここの追撃次第ですね。3回追撃あったらちょっとやばいかも。オッケー、ナイス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 、スチール。スチールではないか。でちょっとこっからでもまだいいか、まだいいや。いや、どっちがいいんだろう。こっちの方がいいな絶対。絶対倒す。これでいく。して次クリリンを打つとして、待機玉変換しなきゃいけないけど、どうだろうな、ちょっと難しいっすね頭パンクしそう。でも次2ターンかけなきゃいけないんですよ、絶対に。それは絶対なんで、いけるいける、オッケーオッケー。多分これで2ターンはかけれるはず。ミスった、超必殺技打っちゃった。うわー、やらかした。くそー、間違えた。お前はそれを打ってほしくなかったんだ。いや、これ完璧ミスです、僕の。1体は倒した。うわ、いけるかこれ。ちょっと待って、マジでやばい。いや、使いたくねえ。ちょっと待って、やべえ、これ超ミスった。使うか。いや、一気にミスした、マジで。いや、めっちゃ焦ってる今。いけるかな。連続攻撃3回必殺打ってくれたら分からんけど、ここっすね。ここもう3発4発ぐらい打ってくれてもいいっすよ。絶対ないけどな、2発はでも絶対最低限。 OK。いけるいけるか、いけるいけるいける。これは絶対いける。いけるね。危ねえ、ミスった、マジで。そっか、クリリン超必殺技。あれだ、紀元山だったわ、忘れてたわ。よしよしよし。このブロちゃん2回打ってるから、そういった意味ではここのステージすげえ合ってると思う。さあ次行きましょう。ここ最終ですね。ここでブロちゃんに絶対取ってもらうダブルクッキーですね。微妙。赤も変えよう。そしたら青が残るから、これでどう？ OK、 完璧で、ちょっと二色玉残しつつ待機玉のあれなんで、これで打てねえじゃねえか、クリリンちゃん。待てよ、クリリンが打つにはどうしたらいい？これだ、絶対これだ。 OK、 来たけど OKOKOK、 いけるいけるいける。危なっ。さあいけるか。おお、だいぶごっそり減らしてくれた。これ追撃あってほしい。いけるか。よし、いけた。危ねえ、いけた。いや、ギリでしたね、マジで。危なー。危ねえ。はい、メンツこんな感じでクリアできました。皆さんもね、ドッカン覚醒前のブロリーをねリバースしてドカン覚醒前を使った方が絶対にいいですね。でクリリンでしょ。で追撃効果のあるクーラと、それからゴク&ベジータ、そしてブロリーですね。いやーマジでこの3人追撃が多くてよかったです。いやー危な皆さんもぜひこのメンツ参考にしてみてください。ってな感じでご視聴ありがとうございました。またね、チャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャー。